がありますけれども、まあ、植え付け6月にやって、今10月、11月、まあ、収穫に至っているような形になります。これは、そうですね、紅はるかですね。はい、皆様改めましておはようございます。おはようございます。千葉エコエネルギー株式会社代表の真上でございます。今日は朝早くからですね、千葉市の外れまでようこそお越しくださいました。皆さんが今いらっしゃるところが、まあ、千葉市の緑区の大広町というところになりまして、まあ、皆さん JR の外房線でここまで来られたと思うんですけれども、まあ、東京駅から大体まあ電車で1時間かかるかかからないかぐらいのロケーションでして、で今皆さんがいらっしゃるところ、まあ、ここからですね、本当にこの山一つ越えると隣の大網白里ですとか茂原ですとか、まあ、千葉の本当外房と呼ばれるエリアになりまして、後でですね、まあ何か地図で見ていただくと分かるんですけれども、おおむねほぼ千葉県の真ん中にあたります。このロケーションがですね、形状はですね、まあ、さっき富岡の方からは今ずっと農業面の話を差し上げたんですけれども、ちょっとこう設備の作りの話をしますと、まずこのパネルのですね、一番高いところまでの高さ4メーターございます。まあ、皆さんご自身の身長の何倍かなというのをざっくりと考えていただければいいかと思うんですけれども、まあ、ほぼ太陽光発電として、安全に建てられるギリギリのところですね。これ以上であれば北海道とかの重積雪の2メーターとか3メーター雪が積もるようなエリアであれば、これよりも高くですね、もっと頑丈に作るんですけれども、あとは使われているソーラーパネルですね、あれ普通のソーラーパネルじゃないという印象を抱かれることも多いかと思います。これまあ竹芝275W 60セル、普通にですね、まあ、屋根置きから野立からですね、太陽光発電にもう世界で一般的に使われるものを汎用品として採用しています。まあ、これは明日ですね、匝瑳市の方行っていただくと、もうこの3分の1のサイズのですね、スリムなパネルしかない、あるいは皆さんそのイメージがあるかと思うんですけれども、まあ、このパネルを使ったのは本当に、一番ですね、汎用的な部品を集めてやってみるとどうなるかと。まあ、コストもそうですし農業もそうです。でこのですね、柱のところ含めて全体の躯体は全てアルミでできております。アルミニウム製ですね。東西の間隔が空いているのが分かると思います。普通太陽光パネルって、東西きっちり詰めますね。地上設置だろうが屋根設置だろうが、あるいは総裁に行ってもそうなんですけれども、それに対してここ東西のピッチを開けているのは、これ南北はですね、これからの時期、たとえ太陽これから、まあ、大体こっちが南なんですけれども、南に来ても影が伸びるばかりで太陽光度が低いので、こっち開けてもあまり光が入らないんですね、特に冬場。でも東西に開けるとこれ絶対ここから光が入ってきますので、なるべく光量を稼ぐために南北を詰めて東西を開けるという普通の太陽光の地上設置、野立では絶対やらない設計思想を採用しています。でそれ以外のところ、先ほどから皆さんちょこちょこ聞かれるんですけど、基礎どうなっているのと、まあ、ここですね、ここから下の部分、基礎部分ですけれども、まあ、これはいわゆる一般的なスクリューの基礎で、長さは2m50、2500mm の基礎が入ってます。一般的な野立地上設置だと1600とか1800なんですけれども、まあ、可能な限り長いものということで、これちなみに水田だとですね、さらに 1m 長くなりまして3500とか、そういった基礎を採用する場合もあります。でそれがほぼ、まあ、2m30 とかですね、皆さんが立っているあたりだと入ってまして、でちなみに場所によってはですね、この地面のところから頭の位置がですね、ちょこちょこ違います。私から見てその左端のところも結構頭出てるなってあるというのが見えると思うんですけれども、中を見ていただいてもですね、向こうの方に行くとだん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 この頭のところが高くなっていって、で左手の方を見ていただくと草の中に埋もれてたりするんですね。でこれここの水中は一緒なので、要は地面の高低差です。先々多分この設計でもパネルを動かせるようにしていきたいと思うんですけれども、やっぱり動かす部品があるということは、メンテナンスが非常に手間がかかる。この下、ちょっとドローン入れて飛ばしたりもしたんですけれども、まあ、これだ
やはり設計上ソーラーシェアリングが一番重要になってきますので、そうですね、一番光がいい感じなんです。ちなみにトラクターは非常にですね、まあ、あのローカルない方はピンとこないかもしれませんけど、あんだけ小回りが利きますので、普通に車だったら絶対あんな展開できませんけど、トラクターだとこのスペースでこれがこうやって展開して持ってまいります。トラクター農業用機械にはちょっと重さが必要だと、まあ、この土を変えたりするためにですね、だ向こうに行くほど植え付け時期が新しくなっていくんで、まあ、時期の違いを感じていただけると思うんです。今の時期ですとね、まあ、このニンニクなんかをですね、まあ、一眼レフトが持ってる方はうまくこう真ん中あたりにピント合わせて撮っていただくと光の反射と合わせてやったら切れる。すいません、はい、農薬でパネルが汚れる可能性があるんですけど、なんか対策は今のところない。ないんです、はい、農薬をだから使わない、我々の場合使わない、はい、ここは。